さて政局なんですが、はい、タラさんこれ一体どうなっているか教えてもらっていいですか。野田首相は党首会談を従っていると考えているんですか。してもいいと思ってしてもいいと思ってる、うん、ところが、はい、その幹事をはじめ、ね、民主党の幹部たちは全部反対。党首会談自体に反対なんですか。それなんで、なぜかというと党首会談したら、はい、野田さんが解散の時期を言うんじゃないかと、うん、あ解散の約束時期を約束しちゃう、うん、谷垣さんこれは絶対反対。あそうかで、はい、自民党側はまたね、その野田さんはそんなに、長い先ではない、ここで解散って言うんだけど、長い先がないとはいつなんだと、うん、具体的にその月10月とか9月とか、はい、それははっきりしろと。自民党ははっきりさせたい、うん、でそのはっきりしないなら党首会談する意味がないと、ね、で、はい、党首会談をしないならば、ね、不信任案を出すと、あこう言ってるわけだ、はい、あの昨日の段階では今日の午前中にもし党首会談が決まらないならば午後に不信任案を出すと、こう自民党は言ってた、公明党と一緒に。今日8月8日になってまだね、はい、とにかく党首会談で、うん、その解散の日時をはっきりしようと、ではっきり、しないならば党首会談やんない、やらないだったら不信任だと、不信任を出すぞと、うん、こう言ってるわけね。で、はい、民主党の方はね、まあその野田さんはどうも会談においてもいいという形らしいんだけども、うん、輿石さんはじめこの幹部は全部、会談に応じるのは反対。野田さんはなんでいいんですか。彼はやっぱりこの会談に応じなくて変になったら消費増税が通らないから、うん、今その参議院でこれから通すわけでしょう。で彼は消費増税を通すのに政治生命かけると言ってるんだから、うん、はい、何としても通したいわけだ。だから野田さん自身としてはね、あの消費増税を通すならば解散はやってもいいと思って、やむを得ない、やってもいい。問題は、うん、なんで民主党が解散に反対するかというと、解散したら民主党がほぼ負けると分かってるから。で自民党がなぜ解散を問いたいかというと、逆に解散したらほぼ自民党が勝つ、ほぼってまあね 99% 勝つ、自民党が勝つ、はい、はい、あの前に言ったかもしれませんが、うん、あるメディア、大きなメディアです、の内部調査によれば、今度今もし解散すれば民主党は100いくかいかないか、うーん、今300だからね、300から100いくかいかないか、うん、それで、ね、で自民党は180あるいはうまくいけば200に届くかもしれない、ね、それから、みんなの党と、それからあの橋本さんの維新の 会足して100-230じゃないかとこう言われてる内部調査。この間自民党の幹部に、自民党もやってるんでしょうと、内部調査やってると、どうだったらね、まあ大体似たようなもんだと、つまり勝つんですよ、はい、あの解散したら自民党は強気です、ね、勝つということは政権が握れるということなんですよ、また変わるってことになるんですか。だから自民党は何としても解散を問いたい、だから解散問うために何でもありなん、だからもしね解散に約束しなければ不信任案もありと、何でもかんでもある、問責決議もありと、はい、で結局ねいろんなこと言ってんだけど解散を問いたいと、で民主党もいろんなこと言ってんだけど解散したくないと、うん、これが今の一番のポイント、うん、で、はい、はい、どうぞ。あで民主党の幹部にしたら、じゃあ今度党首会談しないで不信任案出されたらそれはそれで困りますよね。いや、あの不信任案も要するに自民党と公明党が出す信任案は通らない。あ、は通らない、うん、あのこれにその、少数政党が全部加えても通るか通らないかギリギリで、通らないと民主党が呼んでる。じゃあ不信任案出されてもいいん。いや、だ問題は不信任案出したら直ちに ね、はい、自民党公明党が問責決議案を出す、これは通るよ。さあ問責決議案を出すと何が困ると思う、はい、消費税が通る。問責決議案を出すということは、はい、ね、消費増税の国会に自民党公明党が出席しないってこと、はい、ということは出席しないってことは参議院は逆転で
野党の方が多いんだから、つまり消費増税が通らない、通らないことになると、うん、あもうなんかこうあっちもこう駆け引きが、はい、うん、やっと分かった気がします今聞いて、ね、はい、で通らないんじゃ、消費増税通らないんじゃ、はい、一番やっぱり憂鬱なのは野田さんですよ、うん、通したいと、政治生命かけると、だから負けてもいいから解散だと、そうか、じゃあ野田さんはもうその負けてもいい、ただ消費通すぞ、消費増税を通すぞという覚悟はあるんですね。ないじゃあ、ないですか。あっても、はい、いや野田さんが言ってもみんなが反対して、特に幹事長が反対してるからそれやると言えない。で、はい、幹事長やみんなはやったら負けに決まってると、ね、で極端に言えば消費増税が通るかどうかは野田さんの問題なんだよ。野田さんの、野田が、いや、政治生命かけて言ってんだ、いや、政治生命かけて、だから民主党は野田がこのそういうことをやりそうならば、はい、むしろ野田をクビにしようと。あ、もう野田おろしですか。の、で自民党も実はね、谷垣が追及に出てる、非常にね、はい、うん、とにかくね、いつ解散するんだとやれと強気に出てる、強気に出てる一見見えるけども、実はこれはつまり谷垣が強気に出ざるを得ないところへ追い込まれていると。どういうことですか。もし条件取れなきゃ谷垣を下ろすだと。なるほど、だからね、はい、つまり野田さんも谷垣さんも、ね、強気に出てるというよりは、はい、むしろギリギリに立って、はい、両ともクビになる可能性があると、はい、とね、何が目的か分かんなくなってるね。分かんなくなってますね。え、そうか。というのが今の状況。追い込まれて強気に出ざるを得なくなってるということですか。強気にならないとクビになっちゃう。分かる？もう分かります。わけ分からないことが分かります。なんか。わけ分かんなくもないでしょ。要するに野田さんは消費税増税をやるために何とかこれを通したい。それは通したい。谷垣さんはそんなことしたら自分はクビになる。うんうん、それで解散。であんまり消費増税、消費増税というと、うん、野田さんもクビになっちゃう。谷垣さんは解散時期のもう現地が欲しいわけですね。なとしても現地取らなきゃ自分がクビになる。自分がクビになる。でどうなりますか、じゃあこれから。いや、どうなるか分かんない。その駆け引き今、うん、ずっと今日ね、朝からそれずっとやってるの、すみません、今日あの収録してるのは8月8日水曜日ですね、うんうん、水曜日今現在も、はい、さあそれで、自民党は早くよこせと、ね、ちゃんと党首会談して、でその時にいつ解散するか言えと。今そのまさにそのどうなるかという時なんですね。そうそう、うん、どうなるんでしょうね。どうなんでしょうね。はい。馬鹿げてると思うけどね。結局ね、新聞もテレビも大騒ぎしてるけど、うん、解散なんですよ、要するにね。自民党は解散したい、うん。民主党は解散したくない。要は解散したい、したくないのもう駆け引きということなんですね。そうだね。はい、うん、じゃあまあこれからどうなるかということなんですが、うん、他のその自民民主他の党とのその関係というのは他の党は関係ないんだよ。関係ないか。それは他の6党は、うん、あの不信任案出すと言ってるけど、この他の6党と自民公明は違うのよ、うん、全く違う、全く違う、はい、はい、6党は消費増税反対なんだよ、うん、ああそうですね。だから消費増税反対、消費増税を通す、この野田不信任案を出すわ、うん、でもね、自民党公明党だって衆議院消費増税通してんだからね。そうですね。だから反対じゃないんだよね、うんうん、だから自民党公明党はみんなの党やみんなの同じね、消費増税反対の不信任案には述べないわけ、うん、はい、と言って、ね、ね、みんなが不信任案出した時に、ね、少数政党が野田信任とも言えない、うん、だからその前に不信任案出そうとしてるわけ。なるほど、わかる、はい、消費増税は賛成なだけど不信任案なわけですね、自民公明は。そうそうそう、いやー